でね、はい、ちょっと聞きたいのが、うん、これは天の声さんにも聞けるかな。初めてのライブっていつでどんな感じだったの？前に話さなかった？話したっけ？多分話したか。初めてのクラプトン？シュートンの、あ、違うね、一般的なライブ？あ、ごめん、自分が出た、自分がやったライブね。あ、自分がやったライブ？そうそうそう。私は楽器始めたの大学入ってからだから、大学入ってすぐぐらいの、なんだろう、もしかしたらその入ってたクラブの合宿とかで、みんなの前で、うん、でもその後ライブがあった、どっかで。何やったか覚えてる？私たちはとにかくコピーすると下手なのがバレるから、原曲を知ってるとここが間違いとか全部バレちゃうから、そのライブをやった時はギターの子が帰ってきた、オリジナル。うーん、ギターの子がストーンズが好きで、なんかストーンズみたいな曲をいっぱい書いてきて。すごいね、いっぱい書いてきたね。うん、しょっちゅう書いてた。歌詞とかもすぐ全部書いて。へー、当時はね、日本語オリジナルってものに対するハードルがまたちょっと今と違ってたかもしれないね。低かった。うん、隣にフォークソングがあったんで、うん、フォークも同時に流行ってたじゃない。そうするとフォークで曲作る人もいっぱい周り中いたしね。オリジナルね。うん、うん、だから、うん、そういえばニキさんもなんかなんだっけ、 I love you forever 待てなかったんだね、夢の国、あれから電話毎日の電話もって C からいいね、1度から3度に行くね、ベルボトンブルースとかノーバイノーズと一緒のね。はい、どうぞ。いいんだよ。そう、どうだった？でも私コピーをやったのは、まず初心者の時はジャンピングジャックフラッシュでしょ、うん、ボーンとビワイルドでしょ。それが一番最初の初心、初めてコピーした2曲。あとちょっとライブとかやって、次の年ぐらいに何かやろうかって言って、私が強力に押したのがステイウィズミー。 In the morning 大好き、あの曲は大好きだし、やってて気持ちいいっていうの。あれなんか最近なんかさ、でもフリーのオールライトナウが叩きたくてドラマに見たんでしょ、うん、サイモンカーク。初めてドラムを教えてもらった時、先輩にね、何も叩けないのにフリーのオーライトナウのイントロ、ライブのあれを最初に叩きたいっつって、それを最初に教わった。それはお披露目しなかったの？しなかったの。へえー、そうなんだ。フリーはね難しい、まあストーンズも難しいんだけど、なんかさ、どう優しいんだけど、コードとかはもう全然ダメ。うん、ドラムになんか歌心があるよね、うん、なんかこう歌ってる感じっていうかさ、うん、単純にこうビート刻んでる感じじゃなくて、なんか歌ってる感じ、うん、そうそう、フリーは大好きだったから、うん、俺の方で言うとさ、コピーはさ大変だから、オリジナルばっかりやってるっていうこともあった、うんうん、そうそう、大変なんだよね。そうオリジナルだったら自分ができる範囲でできることをやればいい。なるほどね。楽だった、うん、オリジナル、あ、やったことはあるか、友達の。自分は作んないの？怖くて作れない。気真面目だからね。だって読み返すとさ、絶対夜書く手紙みたいになっちゃってると思うから。そうだよ、だから作るときは自分でウイスキーをこう入れてさ、これ飲んでちょっと酔っ払ってきて頭がおかしくなってきたなところにノートに詩を書くわけね。その詩を書くときにもうすでにメロディーが浮かんでるんだ。でさ、シラフに戻った時にその歌詞を読み返してどうなのよ。全然平気。へえー、そうなんだ。なんかさ、そういうさ、プライベートなことを書こうとするから話になるの。俺はこうだとか、あの子に振られたとか、そういうプライベートのこと書いたんでしょ。書いてたよ。いや、だからさ、そのね、そういう曲すごく多いんだけど、もっと違う歌詞を書けば別に恥ずかしくないんじゃないの。あ、今はね。ね、でちょっと元に戻ると、それが正当化してくれたのがエリック・クラプトンで、うん、つまりレイラのアルバムの歌詞ってさ、
そんなに英語力なくても分かるわけじゃん、うんうん、読んでて、うん、で、あ、なんだこういう風に歌ってんじゃんみたいなで言うとさ、うん、恥ずかしいしばっかりじゃん、うん、だからもう ね、まあ、昔のクリームのファンだった人がレイラを聞いて何このめめしい歌はって言ってものすごいがっかりしたって言ってた。俺はそっから影響を受けてるから、うん、あ、もうこういうのありだと思ってさ、堂々とさ、うん、恥ずかしい話いっぱい書いてる。もうその人はだからエリック・クラプトンがこんななんかここまで言うかっていうぐらい情けなかったって。そうそうそう、もう情けないの書くのがもうさ、うん、エリック・クラプトンに近づく道だったんだ。クラプトンが本格的に作曲し始めたのってドミノスの頃かしら。まあ、それ人からしたら、ほぼ半分はあれだよね。ボビー・ホイットニックだよね。と一緒に書いた。だから、まあ、ベルボトンブルースとかクラプトン書いたでしょ。書いたね。でもね、あの、書いてなかった人にしては、すごく素晴らしい曲じゃないですか。でも、手伝ってんじゃない？後にだって自分のアルバムに入れてるもんね。うん、あ、まあね。うん、まあ、ボビー・ウィットロックの力は、だからあのレイラのアルバムはボビー・ウィットロックとエリック・クラプトンとトム・ダウドが作ったアルバムだと思うのね、私は。レイラ？うん。いや、もちろんだから他のミュージシャンいるけど、やっぱりボビー・ウィットロックとクラプトンが一緒に、ボビー・ウィットロックがあのクラプトンの家に居候してた時にいっぱい曲を書いて、でまあそのミュージシャン集めて前読みに行ってレコーディングしたけど、もうレコーディングの時はみんななんかわけわかんなくなってて、わーっとレコーディングしたのをうまくまとめたのがトム・ダウドじゃないかなと。だからやっぱりトム・ダウドの力ってものすごい大きいと思うし、まあいいんですけど。それは初めてクラプトンが作った曲ってなんだろう、バンジー、エニワン・フォー・テンスじゃない？え、そうなの？いや、知らねえけど。あれクラプトン作ったの？あれクラプトンだよね。ポー、ポピポポポ。マジで？確かクラプトンじゃなかったかな。クリームの曲ってたまに恥ずかしい曲あるね、それこそ。どうしちゃったのみたいな。少なくともクラプトンが歌ってるよね。わかんない。あれクラプトンだ。真面目に聞いたことない、うん。え、あれってさ、シングルカットしなかったっけ？してない？ビデオクリップあるよね。すごい恥ずかしいビデオクリップが。昔エリック・クラプトンが書いた曲のベスト10を出してくださいって言われる時がある。難しかった。なかなかね、エリック・クラプトンが書いた曲っていうのはね。純粋に書いて、まあ、ティアーズ・イン・ヘブンが書いてるかな。あ、違うの。あ、違うんだ。あれは私いつもね、そうだ。思うけど、あれ歌詞は違うんですよ。そうだ。それなのに、サーカスはそうよ。あ、そうだ。サーカスはエリック・クラプトンの曲よ。あの、プレゼンス・オブ・ザ・ロード。あ、あれね。あれがクラプトンじゃない？あと、Can't Find My Way Home は？あれは、あれはスティーブ・ウィンドじゃないの？うん？スティーブ・ウィンドじゃないの？そうなの？半音下げでしか歌えなくなったスティーヴィ。そうなの？見てるとね、合わねえぞと思ったら半音下がってるっていう。マディソンスケアガーデンの時は確か半音下がってたという気がしますけど、間違ったらすみません。バッジに匹敵するぐらいセッションで崩壊する曲はプレゼンスオブザロード。ああ、あれはね。あ、そうなの、うん、なんでソロのところで音あの上がっていくでしょ。あれのね、小説がね、バージョンによって全然違うのよ。そうなんだ、うん、本人たちも適当にやってるんでしょ。それで上が一緒に上がっちゃうの。だから目壊すとかやった。違う、そんなことないか。私ね、これもクラプトンなんだってなんか意外だった曲もその時調べてあったんですよ。まあ、Easy Now とかもそうですね。Easy Now そうですね。Let It Go とかなのかな。一応ね、例えばストレンジブルーとかもクラプトンも参加してる。作曲に？うん。クラプトンとフェリックス・パッパラルディ。これは。あとゲイル・コリンズってあのフェリックス・パパラルディの奥さんだ、奥さん、打ち殺した人ね、打ち殺した人フェリックス・パパラルディをマウンテンのジャケット描いてた人。一応ね、そういう人頃あのなんだっけ、あのサム・クックがさ、ああそう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 、ね、女の人に殺されたとかさ、うん、女に殺されてずとか言ってみたいなふざけて言ったことありました。それこそね、ほんとそういう昔はよくありましたよね。そうだから意外と探すとクラプトンが書いた曲もあるんだけど、うん、うーん、なんだろうね、あれでしょう、
ソロアルバムの曲なんか結構だからあるんじゃない？うん、あでも結構ソロアルバムはじゃない？デラニーが助けてるよね。うんうんうん、レッティティレンもそうだもんね。そう、まあ、そうなんだ。そうだね。なんかだから自分の曲をさもうお前の名前でやっちゃっていいよみたいな曲もあったような気がするよ。いや、リキさんってさ、話も戻るけどさ、もうバンド活動始めた頃から歌ってたって感じ？いや、最初はベースで別のボーカルがいた。うん、あ、そうなんだ。一番最初の時はね。で高校行ってからはもう歌っちゃってたね。うん、そうなんだ。じゃあ結構早めに、音楽活動を始めて、結構早めに早々に歌い始めてたって感じ？そうだね。だからいとことやってあれだよね。ドラムといとこはギターで歌わなかったからドラムがいて、最初ベースで歌ったんだけど、ベースで歌うのしんどいからギターに持ち帰って歌ったんだけど、なんかフォークギターの癖が抜けなくてさ、かっこ悪いってよく言われてさ。俺なんてちゃんと歌い始めたなんてまだ5、6年経ってないよ。大したもんです。オットセイだね。それあのクリームのカバーバンドを組んでエリック・クラプトンの役をやったら歌わざるを得なくなったってそういうパターンなんだけど、うんうんうん、だから昔からクロスロードのギターはコピーしまくってたのに歌詞は覚えてなかったっていう。まあだけど耳でさ、あのやっぱりそのギターに対してコピーしてるから、そのリズムの面とかさ、そういうのが割としっかりしてるから、やっぱり歌もさ半分以上リズムが占めるとこあるから。そうだね。そういうとこはちゃんとしてると、あの聞いててさ、俺なんかリズムが崩壊してるから長いことね。最近はちょっと、ま、あの要するに先生にちょっと教わったりとかして、で先生はその歌詞、うん、歌詞がこうだから結局リズムがこうなるっていう、そういうリズムで教えてくれたから、あのだいぶ改善されたものもあるけど、本質的にはうまくない。だからカラオケ行ったりすると、うん、もうあの10人いたら下から2人目か一番下かぐらい。上手い人たちはもう本当にうまく歌うんだ。すごいユーコリンとかあんなのすごいうまいよ。みんなうまい。俺キーの幅がめちゃめちゃ低く、あの狭くて、だから本当に普通の人がコンプラだともうその半分以下。高い方そこそこ出てんじゃん。高い声はキーが外れてる、上がりきってない。それは長いことそうだな。よっぽどなんかこう気持ちをこうちゃんと入れとかないとさ、フラッとしてるね。どうやって高い声って出せばいいの？なんだろう、こう高い声出すフォームがわからない。なんかね、下向いてると出やすいかなっていうのはなんとなくあるんだけど。そうなんだって。なんかボイトレやってる人が高い声出すときに上向かないで下向く方がいいって。あ、そうなの。でも師匠が上向いて歌ってるから、あれ間違った方だよな、これ。あれ違うってみんな言う。これこうやって開けちゃいけないんだよね、本当は。そうなんだ。でもあの、なんていうの、喉のもやっぱり筋肉で、で喉もなんか覚えるってのあるらしいから、うん、あの歌ってるうちに、なんていうのかな、鍛え上げられて高い声が開発される。そうなの。低い方の方がね、開発も大変で、高い声はね、やってるうちにどんどん出るようになるっていう。でも年取るとみんな高い声出なくなるんですよね。ね。時々ゆうこちゃんがさ、ゆうこりんがね、あのステージの端っこでさ、うん、やってた。やってるね。だからそれはリップロールとあとタングロール、ルーとさ、プルルはできないんだけど、その2つはやるといいみたいなね。まあ言ってたね、なんかそう。うん。そう。でもそれあの発声のさ、なんか多分 YouTube に載せてると思うけど、まあはちょっとあれだけど、うんうん、そういうんじゃなくてなんか音楽に合わせてやっていくようなのもあるんだよ。あと腹筋を鍛えるっていうね、よく。あ、そう。腹筋やっぱあの腹式出す、うん、そうそうそう、お腹から声出す、そうそう、この声が出るようになる。腹筋ですよ。でも聞いてていいですよ。あの
まあ前から言ってるけど、その歌のさ、こうケツのところがさ、適当に扱われるとなんか聞いててわーってなるんだけど、ちゃんとそこのとこ丁寧に歌ってるんで。あとやっぱり歌って、まあしょうがないことだけど、個人個人声って本当違うから。あ、そうそうそう、それが好きか嫌いかっていう。あ、そうね。ね、すごく上手くてもこの声あんま好きじゃないんだっていうのもあるし、あるね、すごく下手っていうかあんま上手くなくてもでもこの声いいよなって言って、私ね、トム・ペティの曲、声って大好きなんですよ。あ、トム・ペティって日本ってほとんど歌唱評価されてますね。ものすごい歌唱、知ってる？トム・ペティって名前はね、名前だけど、ドラマはスティーブ・フェローンだけどね。でも曲を知ってるかっつったら知らないよね。知らない。それはもう向こうじゃアメリカでスーパースターだから。アメリカでね、どんどんツアー回ってきて、こんなってね、さあって来た時に読売ホールだったんで、うん、俺は会場設定のアルバイトしたけど、うん、こうやって開けてさ、牧師を呼んでくれってキャンセルしちゃった。牧師を呼んでくれって言って、トム・ペティってジョージ・ハリスンとユニット組んでたし、ウィル・リーズね、ボブ・ディランとも一緒に来てるね。うん、とにかく向こうでスーパースターだし、ものすごい 大スターなんだけど、まあ日本でなんで売れなかったのかねっていう話をこの間もちょっと、風貌はちょっとあんまりそんなかっこよくない、ちょっとね、もう一歩かな。でもね、すっごい歌とか、まあ、演奏とかもその、ね、いい楽曲は素晴らしいし、ずっとリハーサル見てたからね。あ、そうなんだ。狛江のスタジオで、あのね、すごい良かった。あの人の声大好きなんですよ。声がね、好きな人とあれってすごく分かれるっていうか、少なくともね、ここで歌ってる鼻歌よりはちゃんと歌えてるよ。いや、かなり最初に見た時よりすごくいいと思います。僕は上から目線じゃないですよ。聞いてて好きですよ。あのね、ウルトラ警備隊っていうね、スリーピースでブルースばっかりやってるバンドもやってるんだけれど、そのライブの模様をね、ナルチョに見てもらったんだって。へー、あれナルチョなんだ、あの写真。そう、白髪だらけになっちゃってんだよ。そしたらそのなんていうの、髪の毛染みすぎだ、批評してる映像を送ってきてくれて、そしたら俺のことを見てて、歌は下手じゃないなとか言ってくれて、プロの言う下手じゃないは信じていいのかなと思って、よくうちででも昔毎日のように自分のライブをここで見てたよね。そうかな、パソコンで。あ、パソコンでね、うん、だから見てますよ、たくさん歌も聞いてますよ、うん、でもね、俺天の声さんの反応でトラウマになることがいくつか。まあ、実際ね、ひどかったんだ、俺も。それは認める。ホワイトルームの最初のコーラス、あれを見て、後ろで、とか吹き出してる声が聞こえて、あ、当分このコーラスやめとこうとかさ。あとね、もう、大昔に組んでたバンドのね、ライブの模様をこう確認のため流してたら、ねえねえ、このバンドお金取ってるの？言われちゃって。速攻で解散した。いや、別にそれだから解散したわけじゃないんでしょ、うん、そうなの、ダメだこれって、もう心が折れちゃう。あ、違う違う違うでしょ。でもね、出来も悪かったし、だから天の声さんはお客さん目線で言ってくれてるから、だからすごい単純な疑問ですよ、うん、それはこの、え、これでお金取ってんのって、もう本当に別にそのいじめて意地悪してるじゃなくて、本当にもう素朴な疑問で、本心で言ってるって思ったから、こう、なんだろう、自分の気持ちプラス観客目線の感想っていうところでもう気持ち折れちゃって、もうこのバンド続けていく自信ないなと思って。20年ぐらい前はさ、僕らがやってるのを学芸会ってよく言われてたよ。あ、うん、いつまで学芸会やってんだよとか、まあ、でそんなのは、でバンドメンバーの中にさ、自分は上手いと思ってるやつがいるから、なんか言われちゃってさ、デップなんかとやりたくねみたいなこと言うやつがいたりとかね、いろいろ失礼。でもさ、そんなのもうさ、死ぬほど言われたからさ、うん、もうこの20年間ほんと、お金取ってるだけじゃん、もう下手なんだもん、めちゃくちゃ言われましたよ。
一生分言われたけど、まあ、これからも言われると思うけど、それでいん、あの、まあ、それはそれでいいんじゃないですか。そう、そういうはあのよく言うのは、ああよかったです、ああよかったです、逆になんかよかったよかったって言われるのが、社交辞令は聞きたくない、ちょっとだから北のね、あの、厳しいやつちょうだい、ね、辛口でお願いしますとかね、ちょっとね言うとね、なんか怖いとか言われちゃったりするんですけどね。でも大体俺褒め言葉でさ、MC が良かったですねと、声がいいですねって結構言われたんだけどさ、それがあんまり、最近はちょっとみんな褒めてくれるんだけど。でもさ、それは誰しもが認めるところだよ。あのね、あの、うちのバンドって、何がいいってね、羽があるのよ。うん、どのバンド？どのバンド？あ、ほら、たくさんやってるから、どのバンドの話をしてるのかよくわかんないんですけど。うん、そうなの、自画自賛ですね。私ドミノスのアルバムを全部やるバンドライブあるって、まあ、伺ったんで、それは行きたいと思ってるんですけど。あ、いつ一緒に、いや、やるでしょ、いつだよ、一緒、1月9日、1月9日これ流しちゃっていいのかな、まあ、いいや、いいんじゃない、あれドミノスの1曲目から最後まで、あ、それはその日はやんない、無理無理だって、ね、10月ぐらいからちょっとずつやり始めて、全曲2回やっても全然ダメで、え、そんなことない、俺見たけどこの間いつだったか、俺ビデオに撮ってたじゃん、あれって全曲じゃないの、全曲2回やって、うん、でもう俺たち落ち込んじゃって、誰がみんな、だってもうちょっと良かったもん、だってちゃんとやってる頃、あ、そう、2年間ぐらいブランクだったから、うん、休んでるけどまたやり始め、それでリハでね、リハで、リハなしの、うんうん、で、ついこの間は4曲に絞ったの、うん、あんまり得意じゃないやつね、うん、でその4曲に絞ってやったら、なんかやっぱりこうザーッとさ、全曲やるってやり方じゃなくて、1曲をまあ最低30分やるみたいな感じでやったら結構ちょっと良くなったから、未来に対して明るい気持ちにはなってるけど、うん、9日まだ間に合わないな。9日俺何で出てるの？トミヘン。あ、トミヘンというですね、私がベースやって、あの、ジミヘンのカバーバンドやるんですけども、そのバンドと、うん、ドミノスバンド。ドミノスバンド。なんだっけ？和田さん。クマトモ&ザ・ダイナモス、クマトモ&ザ、それは地味じゃない、あのドミノスの曲だけをやる番組なんですよね。そう、ドミノスしかやらない。何分？30分じゃない、あれ短いよ、ね、何バンド出るの？5バンドぐらい出るの？あ、そんな出るんだ、